原骨は、1915年製作、公開、ワートン製作、パテ・エクスチェンジ配給による、アメリカ合衆国のサイレント映画、シリアルフィルムである。日本での別題、エレーヌの勲行。本作は、原骨の続編であるが、日本では前作に引き続き、本作の第一編を、原骨第十五編圧作ガスとして封切った。1914年、 フランスの映画界シャパテ・フレールがパール・ホワイトを主演にアメリカで制作、公開したシリアル、ポーリンの機難の大ヒットを受けて、レオポルド・ワートン、シオドア・ワートンのワートン兄弟が制作した、前作、原骨の続編として制作され、パテ・エクスチェインジが配給して、前作の最終話の公開された1915年3月30日の翌週、同年4月5日に、 第一編を公開した。本作の第十編の後には続々編ザロマンスオブエレーヌが制作された。日本では1916年3月天然食活動写真が配給して前作の第一編原骨第一編参加役の一種が東京浅草公園ロックの帝国館で封切られるが本作の第一編は別作品とせずに引き続き 原骨第15編圧作ガスとして、同年5月20日に、同館で封切られた。現在、本作の原版、上映用プリント等は散逸し現存しないと、みなされている。各話のサブタイトル、公開日の一覧である。原骨第15編圧作ガスザサーペントサイン、原骨第16編不思議な指輪ザクリプティック,クリング、原骨第17編監視の目ザウォッチングワイ、 原骨第18編くれ方の復讐座、ベンジェンスオブファング、原骨第19編、スクいひぬかんザセービングサークルズ、原骨第20編ジネンスポンテーニアスコンバスチョン、原骨第21編壁に耳ザイヤーインザウォール、原骨第22編ザオピウムスマガラース、原骨第23編ザテル、テールハート、原骨第24編シャドウズオブウォー。ありがとうございます。